皆さん、こんにちは。妙流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていただいている方の中でですね、一つの仕事を続けることができなかったり、また、育、えー、職場、育職場でね、不思議と人間関係がうまくいかなくてやめてしまったりとか、また、 これといった、ね、理由や事情がないのに無性に衝動的に会社に行くのが嫌になって辞めてしまったりとかまたは精神が過敏でね人に会うととても疲れるので職場に行けなくなってしまったりとかそのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度当人にご相談してくださいきっとお力になります